飯能市 PR 隊長のハイキングウォーキング松田です。卑弥呼様、九太郎です。さあ、PR 隊長ということで、ワクワク飯能市を PR しましょう。かしこかしこまりました。かしこワクワクする街飯能市、せーの、ワクワク。皆さん、こんにちは。4月1日から中学生までの子ども医療費が無償になります。飯能市では子ども医療費の対象年齢を拡大し、4月1日診療分から中学生のお子さんも医療費が無償となります。医療費の無償化には子ども医療費受給資格証の登録申請が必要となります。該当の方には登録申請に関する書類を郵送しますので、申請手続きをしてください。郵送での申請は締め切りは3月13日金曜日必着です。送付書類は申請書、子どもの保険証のコピー、受給者の口座番号がわかるもののコピーです。市役所窓口での申請は、期間は3月2日月曜日から3月31日火曜日の平日8時30分から17時15分です。受付場所は市役所本庁舎1階保険年金課11番窓口です。持ち物は申請書、子どもの保険証、受給者の口座番号がわかるものです。資格証はその場でお渡しします。また地区行政センターでも受け付けます。お問い合わせは保険年金課電話 973-2117 へお願いします。障害学習課からのお知らせです。文化財巡りを開催します。日にちは3月4日水曜日です。集合は8時45分に飯能市役所です。対象は市内在住の方で、定員は29人です。見学場所は地間寺南駒地区名栗暮らしの展示室などを予定しています。費用は1人100円です。持ち物はお弁当、飲み物です。申し込みは2月13日金曜日までに、往復はがきに住所、氏名、生年月日、性別、電話番号を記入の上、障害学習課へお願いします。詳しくは広報飯能2月1日号をご覧ください。お問い合わせは障害学習課電話 973-3681 へお願いします。飯能中央地区行政センターからのお知らせです。西川材で作るおひなさまの壁飾りを開催します。西川材でおひなさまの壁飾りを作ります。作っていただいたおひなさまで飯能ひな飾り展に参加します。日時は2月13日と20日金曜日9時30分から12時です。会場は飯能中央地区行政センターです。定員は10人で、費用は700円です。持ち物は筆、水入れ、雑巾、エプロンです。お申し込みは2月9日火曜日までに、飯能市役所窓口で受け付けます。
飯能中央地区行政センターへお願いします。2月9日以降のキャンセルは材料代をいただきますのでご了承ください。お問い合わせは飯能中央地区行政センター、電話972-3678へお願いします。何か一つのことに夢中になっている人を紹介する発見生き生き飯能人。今回は埼玉県立飯能高校ホッケー部の皆さんです。飯能高校ホッケー部はホッケーの町と言われているこの飯能市で活動し、7年連続でインターハイ出場権を獲得するなど数々の実績を残してきました。そして今年度は飯能高校史上初となるインターハイ第3位という成績を残しました。3年生が引退し、現在は2年生と1年生の新チームで活動しています。この夏から部長に就任した大月さやさん、副部長に就任した菅原のぞみさん、和田香織さんにインタビューしました。慣れない取材に緊張しながらインタビューに答えてくれました。いや、練習中はすごい真剣だけど、普段はもう結構やるみたいな感じで、やっぱ11年で繋いでゴールに出るんで、みんなで喜べるところだと思う。みんなで団結して、なんか私たちの代が初心者多いんで、なんかもう一回ベスト4以上いけるかどうかすごいプレッシャーです。そんな部員たちに対し、ホッケー部の顧問でコーチも務める久慈来先生は、そうですね、真面目にコツコツやる生徒たちなんで、毎日朝練からずっと練まで、しっかりと、自分たちで意識してやってると思います。そういう生徒だと思います。1、2年生は12人なんですけど、それで半分が高校から始めた子で、1年半ぐらいしか経験してない子が多いんですけれども、今年の3年生がインターハイで、全国3位ということで、伝統と今年の3年生の築いてくれたものをしっかり受け継いで、また来年のインターハイでもベスト4というのを目標に頑張ってもらえればいいと思います。またその力があると思うんで、期待しています。部員たちを信じて放課後から夜遅くまで指導に当たる久慈来先生。練習に明け暮れる彼女たちの目標とは、全国選抜出場が一番近い目標で、インターハイ出てベスト4以上が一番大きい目標です。飯能高校ホッケー部、応援よろしくお願いします。あと1年自分たちも大になったんで、全力尽くして頑張ります。頑張っていい成績を残せるようにするので、応援よろしくお願いします。飯能ワークワーク、勝利に向かってワークワーク。ホッケー部の応援よろしくお願いします。
体制になって不安を抱えながらも目標に向かって頑張る彼女たちの姿を見て、私自身もっと頑張らなければなと感じました。大きなプレッシャーと戦いながらも彼女たちならきっと目標を達成できる、そう私は信じています。夜遅くまで一生懸命練習してインターハイで上位を狙いたいという気持ちがとても伝わってきました。今は不安だと思いますが、ワクワクを力に変えて目標が達成できるように頑張ってほしいと思います。続きましてペコツアーのお知らせです。春よ来い天覧山で春探しを開催します。天覧山周辺は飯能の自然や歴史、文化など見どころ満載です。地元ガイドと一緒にのんびりと春の訪れを探してみませんか。日時は2月15日日曜日9時30分から12時30分です。集合は郷土館前です。定員は15人で、費用は大人1000円小学生以下500円です。持ち物は飲み物、雨具、歩きやすい服装、防寒着などです。お申し込み、お問い合わせはエコツーリズム活動市民の会事務局、電話 973-2123 へお願いします。健康政策課からのお知らせです。第6回日だまりふれあいウォークを開催します。日にちは3月1日日曜日です。集合は第2区地区行政センターで8時30分受付です。コースは約12キロ約4時間です。定員は100人で、費用は100円です。持ち物はお弁当、飲み物、雨具、すぐ足手帳などです。お申し込みは2月13日金曜日までに第2区地区行政センターへお願いします。お問い合わせは第2区地区行政センター、電話 972-6784 へお願いします。第11回名栗の里ウォークを開催します。名栗東地区の冬の神社やひな飾りなどを巡りながら楽しく歩きます。日にちは2月22日日曜日です。集合は9時にバスナロ会館です。コースは 7.4 キロ約2時間30分です。持ち物は飲み物、雨具、すぐ足手帳などです。お申し込みは2月18日水曜日までに名栗地区行政センターへお願いします。当日参加も可能です。お問い合わせは名栗地区行政センター、電話 979-1121 へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。